ってくれるのを祈ってた。この世の中に現れたことのある顔のうちに、あなたのは一番美しい顔の一つだ。私はずっと前からそう思ってる。私はこの町に到着したばかりだ。私は普通に春を追っている。数年間の間、冬や秋を一度も見たことがない。春の生物だね。私もあなたもねえ、あなたが恐れてるね。自分自身の、かつて知ってた自分の体を、その恐れがわかるのは私だ。あなたの秘密を知ってるのは私だ。暖かい。正気満々。でも、すでにあなたの生命がなくなり始めてるね。それはこの命の冷酷の至りだ。少しの間、美しさ、生命力を楽しませて、その後に自分の腐敗を目的させる。あなたが探してるのはこれでしょう。科学にハマってるこの世界に魔法の一滴だ。薬だ。水薬だ。効果は何なのかってねえ、私は何歳でしょうか。どう思うか。いいよ、お世辞を言うな。38歳って、28歳って、そうだね、23歳、そう見えるでしょうね。それはこの薬の効果だ。老化をすぐに止めて撃退する。この水薬を一回飲んだら、一日でもさらに老化しない？もちろん飲まなくてもいいよ。自分の体が腐ることを見続ける気があれば。いくらって、そのみっともない質問だね。残念ながら、そんなに
簡単なことじゃない。だって人によってコストが変わってくる。ねえ、座れ。手を出せ。見て。そうだね。はい、もうクレジットカードでもいいよ。でもまず約束してもらおう。私たちが知ってる秘密はバレちゃダメ。あなたはこのままで10年間生き続けてもいいです。でも10年が経ったら、怪しく思われないうちに自分の姿を消さなければならない。方法は何でもいい。退職してもいい。あなたが死んでいるふりをしてもいい。もしくは人間を避けて忍者になってもいい。最終的な決定はあなたのものだ。では警告を出さなきゃ。あなたの体を大事にしてね。あなたとあなたの体は長年一緒にいるよ。だから優しくして。はい、Sempre viva。 永遠に生きて